どうも、エルザです。それでは、ゼルダの伝説トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。今回が、森の聖域に行くということだったんで、すでにフィローネ地方だね、に来てます。で、前回同様、まあ森通ってこっちはね、森の聖域に行こうかなと思います。じゃあ早速行きますか。誰、あれ、またあのおっちゃんじゃない？こうしてお前とこの森に来るのも随分久しぶりだね。いや、全然違う人か。お前が来ることは分かってたよ。あー、この人だったんか。テルマからお前の話を聞いてな。彼女たちとは昔から縁があってな。実は今、俺も彼女たちに教育してるんだ。さて、では一つ話を聞かせてやろう。この深い谷の向こうに聖なる力で守られた森の奥深くに悠久の時を眠る神殿があると言われている。アイリア人のセスンによって作られたその神殿には今もなお古代の優れた文明が残されているらしい。もし古の文明の力を手にすることができたなら、それはきっとハイラルを救う大きな助けになると思うんだ。エルザ、この谷を越えて古の文明の力を触れる役目、引き受けてみないか。ほい。お前ならそう言ってくれると思ったよ。谷を越えるには俺の相棒を使うといい。俺の相棒？おー、ゴールデンコッコ。こいつをバカにするなよ。よく飛ぶからな。ほんとに。絶対谷を越えられるから騙されたと思って飛んでみな。はあ。え？ちょっと待って。よし、持てた。え、これ、こうでいいの？越えられないね。ちょっと待って、話違うじゃん。全然越えられないじゃん。え？どこ？どこに着地すんの？ちょっと師匠、話違う、話違う。まあ、とりあえずこっち。え？だってこの後。ほら、いけねえもん。いけねえよ。どういうこと？え、師匠嘘ついてる？もしかして。全然飛ばねえんだけど。あ、ここが落ちた。師匠嘘つかないでよ。やべ。コッコ、コッコ。お、びっくりした。はぁ、あ。これこのまま連れていけるの？あ、やっぱそんな感じだねー。あれ？風吹かない？もしかして。久しぶりすぎて。ああ、よかった。ああ、やっぱそうなるよねー。うん、で。そっかー。ワンちゃん使えないんだもんねー。よし、オッケー。
これで OK なのかな。あ、終わりっぽい。さて、久しぶりの森んで、アイテムも変えとこっか。やっぱいいよね、曲ね。弓欲しいな。またスタルキッドだ。マジか、出んのか。操られてるっていう可能性もあるよね、スタルキッドね。矢はくれない。矢をくださいよ。まっすぐでいいのかな。またここ来るとは思わなかったな。おお、落ちた落ちた。ナイスナイス。倒しとく分にはいいか。あー、いけないんだ。じゃあ何かしら正解ルート探してって感じなんだね。了解。でも行き止まりだね。あー、カンテラいるんだ。あら、そういうわけでもない。めっちゃ矢くれるじゃん。でもない。何かしらヒントがあるはずなんだけど。もしかしてこの中どっかいる。あとこっちか。いや、これ一緒だもんね。ってことはもう、あれか、もう一つ右か。あ、カンテラカンテラ。これ、やかましいこいつら。よし、まず一発。とりあえずカンテラの明かりだね。こっちで、右かな。あー、明かり明かり、あるある。しつこいしつこいお前ら。よし、いいね、お宝いいね。
爆弾か。爆弾もらえるのちょっと意外だったな。よし、オッケー。いや、意外と泥人形攻撃当たるな。クローショット一回変えといて。で、右。早いな。いや、ああ、開いてる開いてる。よしよし。で、やっとという感じが。またここか。あー、こっちは、いや、回ってきたね。どっち？ゴーストだね。ここからこっち来たわけよね、ランタン。ねえ。あー、完全に見失ったなー。上だね。おい。これはわからん。いやー、それはわからんわ。あれ、またここ？激横やね。近いんだよね。で、変わる。ああ、増えたね。はい。あれ？あれ？飛び道具ある分めっちゃ楽になってる？次右側じゃないかな？正面か。はい。弱っ。飛び道具あったら弱っ。けけけ、楽しかったぞ。お前は秘密の場所に通してやる。で、あれだね、朝になったね。
秘密の場所というのは、そっから降りてきたよね。これを押して、ああ、ショートカットか。聖なる西へのぼり、ここのことだったのか。だけど神殿なんて一体どこにあるんだろうな。確かにね、神殿という感じはなかったけど。もう、あ、降りれやんね、こっち。一でも降りてくれない。降りて。え、あれどうやって取んの？カタツムリ。いやー、どうって取るんだろう。落ちてくるわけでもないしね。とりあえずこっちかな。まあ、マスターソード置いてあるところがあってみたいなところもあるけど、刺す刺すってできるの？戻すのって初めてじゃない？じゃあやってみようか。スイッチってことね。その役目だったんだ。あ、まあそうだよね。それで簡単に終わるわけないよね。5体。そうそうそう、無理なんだよね。痛いねー。あー、コウモリがきつい。よし、オッケー。あぶなー、ミリだ。飲もう、これは飲もう。あぶねー。で、こうやってるとハートの器とかね、出てくるんだろうな。かけらとかね。まあまあまあ、妖精とか出てくれるとありがたいけどね。あ、でもギリギリだったな。よし、じゃあ今回ここにしよっか。ちょうど霧がいい感じだしね。あと懐かしいマークも見えたし、まあまあいい感じかな。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。